はい、皆様おはようございます。これなんだかお分かりになりますでしょうか。そうです、おっしゃる通り、その通り、吹きでございます。今日はね、吹きの、正しい茹で方、これをね、やっていきたいと思います。それではね、早速始めていきたいと思います。まずですね、拭きね、このまな板の上にこう新聞紙とかね、なんか紙を引いてですね、このちょっとね、切ったこの汚いところですね、これをね、まず切っちゃってくださいませ。はい、それではね、切っていきたいと思います。こういうとこですね。はい、それではね、もうザクザクとね、ザックバラに、ザックンザックンとね、はい、切っちゃってくださいませ。はい、こんな感じでいかがでしょうか。はい、ね、このちょっとね、しおれちゃってきたいところですね、こういうのをね、ガンガンガンと、こんな感じで、切ってくださいませ。はい、そうしましたらね、あとこれをね、これはね、もちろん捨てちゃってください。これからね、塩ずりずりですね、塩ずり、板ずりずりです、板ずりをね、していきます。はい、まな板の上でね、直接やっていただいても結構なんですが、結構ね、まな板はね、汚れちゃうんですよね。ですのでね、こういうシンクね、シンクの中で、ね、お塩ですね、お塩パラパラパランとね、パラパラパランと、かけて、あとはね、こんな感じで板ずりですね、ずりずりずりとね、これをやっておくことでね、色もね、結構良くなり、筋もね、剥がれやすくなります。はい、まんべんなくね、ずりずりずりんこずりりんくんですね。はい、ずりずりずりんとずりりんこと、ね、やってくださいませ。塩をパラパラパラとね、はい、ずり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 りんこですね。はい、板ずり完了でございます。そうしましたらね、あとはこれを鍋で茹でるわけでございますが、この長さですね、この長さ、これが入る鍋がね、一般のご家庭ではないと思いますんでね、家にある一番大きい鍋のね、鍋に入るぐらいの長さにね、切っていただければ幸いかと思います。はい、板ずり完了でございまする。はい、板ずり終わった拭きですね、これをまたね、まな板の上にちょっと新聞紙かなんかを引いていただいて、あとはね、程よい長さね、鍋に入るぐらいの長さで、切っていきたいと思います。まあ、うち結構ね、お店で大きい鍋ございますので、これをね、半分でね、はい、カットカット、キットカットしていきたいと思います。ご家庭だとね、結構鍋ね、小さいのしかないんで、3分の1とかね、4分の1に、していただければ幸いかと思います。はい、こんな感じでね、カットカットカッティングが、終わりました。あとはね、これを茹でていきたいと思います。大きい鍋にね、たっぷりのお湯を入れて沸騰させてくださいませ。お鍋にですね、お湯がぶっくんぶっくんぶっくんとね、沸騰してまいりました。そしてね、こちらに、金ピカピカピカね、綺麗な10円玉ね、入れます。なんでお前そんなもん入れるのって言うとですね、拭きの色が綺麗にね、仕上がります。それではね、おまじないバッコンですね。はい、10円玉2つ入りました。必ずこの10円玉をね、捨てないで、使っていただきたいと思います。それではね、板ずりしたこちらですね、はい、こちらの拭きをガッツンガッツンとね、はい、茹でてまいります。はい、一挙にね、全部入れちゃってくださいませ。はい、こんな感じです。あ、板ずりしたね、塩がついたままで OKOK でございます。はい、全部が入りました。ここでね、あ、やばいですね、ちょっと長いのがありますね、これね、長いのがあります。はい、こんな感じでね、ぶっくんぶっくんと茹でていただければ幸いかと思われます。はい、そしてで、こういう長いやつですね、長いやつはキッチンバサミかなんかでね、切って全部鍋に、沈めてください。はい、沈みました。それではね、これを5分ぐらいね、茹でていきたいと思います、ね、だいぶ色がね、青くなってまいりました。はい、拭きの方がですね、お鍋に投入してから、5分が経過いたしました。そしてですね、さっき言い忘れてしまいましたが、必ず沸騰したお湯の中にね、入れてくださいませ。水から茹でてしまいますので、ね、ちょっとね、色が悪くなってしまう恐れがございます。
はい、それではね、これを、お水に取っていきたいと思います。あらかじめね、冷水を用意してございます。はい、冷水の中にね、茹で上がったふき、これをね、どっかくね、入れちゃってくださいませ。この時ね、結構熱いんでね、手などやけどしないようにね、気をつけてくださいませ。はい、この感じになりました。あとはね、もう一挙にね、お水をガンガンガッツリとろめるのですね、流して一挙に茎の方を冷やしていただければ幸いかと思います。はい、結構ね、濁った、お水が出てまいります。これがね、透き通って茎が冷えるくらいまでね、冷水に垂らしていただければ幸いかと思われます。はい、吹きの方がですね、冷えました。こっからがね、吹きのめんどくさいところなんですよね。このお水に入れながらですね、この数字ですね、はい、数字をチュルルンルルルンルリリンリンですね、はい、これをね、こういうふうに向いていってください。もうこれがなきゃね、本当吹きもね、簡単おいしゅういただけます。そしてこっち側からね、数字をパラランランと取ったらね、逆の方からもね、取り残しがあるといけないんで、筋をねガンガンガッツリツリリンリンですね、はい、取ってくださいませ。はい、その時にですね、必ずこの皮を取ったふきですね、また冷水に戻すような感じでねお願いいたします。それではね、これやっていきます。これ大変ですよね。昔のね、お母さんお父さんね、根気よくよくやっていたと思われます。はい、それではね、もうバシバシ板橋白血球とね、皮を剥いていきますね。綺麗な色でございます。はい、こんな感じでね、腹筋の筋ですね、もう結構ね筋出ますね、こんな感じで、剥きました。はい、それでは本日の最後の無駄なしまかない道場、ご視聴誠にありがとうございました。本日ですね、腹筋の正しいアク抜きの仕方と茹で方を動画にしてみました。あとはですね、これを適当な大きさに切っていただいて、お好きな味付けで召し上がっていただければ幸いかと思います。できましたらね、水につけて30分以上、一晩ぐらいね、冷蔵庫に入れてアクを抜いても良いと思われます。それでは失礼いたします。ふきでした。